あーめちゃ真の釣りはね、こう水中で釣るもんじゃないんですかと、しっかりスピントルネードかけていって、ジャンプと、こういうダイナミックな釣りを、つたこれ、つた、あーしゃいいね。おいっす、どうもニアス。今回ね、ちょっとね、やっぱ最近やっぱ攻めてないなと思いまして、今回ね、ゾンビが釣りをするっていう結構ね、攻めたゲーム用意しました。まあこれによって、僕の視聴者にね、まあ本物のゾンビの方ですよね。肉体の一部腐っていて、なんなら最近死んで、またちょっと生き返りましたみたいな、そういう方がいても対応できるし、なおかつ、やっぱ釣りゲーっていうのは見てこれ、可愛いでしょ？和むんですよ。心がこう、ほんわかとする、そういう経験をやっぱね、皆さんにもしてほしいなと思いまして、まあ僕自身ももちろんね、まあリラックスして実況したいので、まあそういう意味で今回用意しました。早速ね、行ってみようか。これ結構いいしょ、これ。見て、グラフィックもいかにもゾンビじゃん。で、ありながらこうね、まあ釣りをするっていうギャップ？これ萌えですよね、萌え。まあ現代でいうインス、なんだこれ。あ、シャーク、あははは。全然も、まあ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 いいでしょう。まあインスタ映えしますよ。まあ釣りのね、サメの1匹や2匹釣ったぐらいで、はいはいはい、いいでしょう。でもう一回これ釣りましょう。うん。まあこういうとこも大事なんじゃないかなと。心のね、まあ豊かになるゲーム実況。これ私ね、結構最近やっぱ心がけているので、こういうとこでちゃんとね、まあこういう女子受けするような釣りゲームをしていきたいなと思います。さあ、これ何釣れるんだろう、今回。まあ一応ゲーム性としては、こう釣った魚をね、まあ食べて、こちらエナジーを回復しながら、まあ、生きていくらしいんですが、あ、これ、何これ？あー、めちゃ、めっちゃ飛ぶんだが。ちょ、これね、何がすごいってね、このゲーム画期的で、ほら見て。もう、中に入れるんですよ。もう、真の釣りは、ね、こう、水中で釣るもんじゃないんですかと。まあ、そういうアンチテーゼですよね。まあ、人間誰しも、こう、水中で釣ればいいんじゃないかと思うこと、何度かあると思うんですよ。釣り経験者だったらね。これ釣れたんじゃない？これ。釣れてないんだ。じゃあもう一回スイーツワンゴーと、これ画期的っしょ。おいしょ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 、オッケーオッケーオッケー。でこれで俺も釣ったしょ、これオッケー。でちゃんとこうジャンプすればホイ釣れましたと、サーモン、これ画期的じゃない、このゲーム。サーモン釣ったね、これサーモンってこれ違くない、こんなんじゃないと。でちゃんとね、陸上にある心臓も食べていきながらエナジーも回復すると、でもう一回水中にこう潜っていって、サメ釣りてえな。なあ、サメ。サメをさ、狙っていけねえかな。しっかりこう、サメを釣るのもまたね、こう、釣り人としての、フィッシャーマンとしての一個の人生だと思う。え、いけ！ゴー！どっちだこれ。あ、これ、サメに、サメこう、あー、惜しい！これ、隠れ熊の実、ったかな、これ。多分そうだよね。惜しいなー。ちゃんとこう、熊の実ちゃんを釣っていって、まあ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 ね。狙った魚を釣れないっていうのも大事なんだよね。こうしっかりスピントルネードかけていって、ジャンプと。こういうダイナミックな釣りを。これ結構皆さんどう？目から鱗じゃないですか？しっかり、やっぱ本物の釣りは、地上から釣るんじゃなくて、場外から釣るっていうのも一個のエンジョイ方法じゃないかと。サメをしっかり釣りに行く。どうこれ？釣った？これ。釣った？あーしゃいいね。逃げるな、逃げるな、逃げるな。こちら、めちゃくちゃさ、見て、これめちゃくちゃスピンするんだけど、サメが。なんなの、このゲーム。本当にこれ釣りか、これ、もしかして。これ釣りじゃないんじゃねえか、これ。さあ、こちら、2面で、2面でございます。やっぱね、ゾンビじゃん。これ、ゾンビあるあるだと思うんですが、やっぱ、屋根がね、機能しないっていう。まあ、これ、やっぱゾンビだったらそうですよ。こう、心の雨みたいなもんですからね、雨が。お、これやばくない？メガロシャークみたいにいいんじゃん。あれ、さすがに釣りたいな。あれどう釣れないの、あれ。こわなんでこいつさ、この振りかぶってさ、こんな進まないわけ。おかしくない？めっちゃ振りかぶって。あ、無理なんだ。あ、オッケー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 、よしよしよし。これ、サメいいって、サメはいいって。メガロシャーク。いやー、釣れねえ、メガロシャーク。無理か、さすがに。あのメガロシャーク釣れたらさ、フィッシャーマンとしてこんな喜びないよね。で、あれば、ちょ、一回潜るか。一旦潜ってみて。まあ、潜っちゃえばこっちのもんでしょう。ねえ。潜っちゃえばさ、さすがのメガロシャークとはいえ、やっぱ釣りゲーだからさ、わ、これは、これは釣りたい。これは釣りたい。無理か。無理そうだな。ちょ、待って、もうちょっとチャレンジしたい。ここまでやっぱゾンビって悪くないかもしんないね。
まあ、人間じゃあさ、こう水中潜って釣りってできないからさ、一回ゾンビになってみないと、やっぱ分かんないことも多いからね。こういう楽しみ方も皆さん悪くないんではないでしょうか。さあ、釣った。何か釣ったか？あ、無理か。メガロ。じゃこれ逆にジャンプ力あるからさ、もしかして、こういう、無理か。これシャークに乗ってさ、これいけんじゃない？これ物理判定あるから。あ、はっ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 は。いいね。いや、ゾンビっていいですね。皆さん、どうすか？こう、メガロ、魚、おーし、ナイス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 。魚に乗ってさ、魚釣りするっていう。こういう斬新な景色。やっぱこれこそね、僕の求めたゲームかもしんない。ちゃんとサメの、ま、先頭だよね。頭の上にちゃんと乗って、このタイミングで、投げる。どう？これなら釣れんじゃない？いいの。無理かな？さすがに無理か。サメに乗っちゃうと釣れないのかな。いや、これはもう釣り人のロマンでしょ。だってこのメガロシャークの上に乗って釣るっていう、無理なんだ。よし、釣った。ちゃんとこれ、ちゃんと水中で魚を釣ってから、こうメガロシャークの元に行って追いつきたい、追いつきたい。まあ、足多分早いからな、ゾンビ水中は。そうそうそう。ちゃんとメガロシャークに追いついてジャンプして、メガロシャークの、オッケーオッケー、上でいいと。いや、これこそもうね、釣り人、この上ない至福ですよ。これ大好きなサメの上に乗って、釣ったね、魚をいぶして食うっていう。いや、いいね、これ。で結構ね、こう魚によって、なんかレア度もあるっぽくて、たまにね、こうね、アンコモンとかコモンがいるんだけど、レアの魚もいるっぽいんですよね。よーし！いいね、いいね、いいね、いいね。これはサーモンかな？あ、これサーモンだ。じゃあ、いらないんで、もう一回空中に放って、もう一回ここで釣ると。よーし、オッケー。いいな、心すげーまったりできる。これ何があるんだ、この果てには。ちょっと気になるの行ってみるか。このさ、もはやもう釣りフィッシング、フィッシング全然関係ねえんだけどさ、このやっぱ、限界まで行きたいよな。どう見るさん、このポップな、ゾンビのジャンプ。こういうさ、砂漠を、ひた走るゾンビを見れるっていうのも、一種のこの、醍醐味？まあ、ゾンビゲーの醍醐味じゃないですか、皆さん。こういろんなゾンビゲーしてきたんですが、素直にこうね、走るゾンビ見せれるのは、なんか僕としても一個の、まあ、誉れかなと思われますよね。うん。しかしこれ、地球の果てに行って、これ釣りできねえから。地球の果てで釣り。こう天海魚みたいなの釣れねえから。無理か。これどこ行ってんだよ、これ釣り竿の。この先っぽの釣り糸が。無理か。じゃあ、ここしっかりこう、落ちて、どう？さあ、来た。いざゾンビ、宇宙の果て。何これ？あ、無理か。さすがに無理か。あ、もう無理なんだ。宇宙の果てまで行っちゃうと。ここはじゃあ、この、なんだ、スーサイド？ P。あーしかないんだ。なるほどね。で、こちら最終ステージ。ホラーナイト。まあ、夜のホラーらしいんですが、あ、めっちゃ心臓あるね。これはなんだ？ん？これもはや、もはや、海じゃないんだが。え、もはや海がないんだが。大丈夫かこれ。ここでこう投げてみてどうかな。よいしょ。一応釣れるんだから、ちゃんとしっかり。おお、なんだ。これが、まあまあまあ、まあゾンビあるあるですよね。多少のワープは。それがね、まあ、なきゃね、ゾンビじゃないんで。多少やっぱワープジャンプしないと、やっぱゾンビやってる意味ないんでね。あ、てかもう魚いるじゃん、ここに。これ魚だよね、これね。あ、もう座標軸にいるんですよね、魚が。あ、やっぱしっかりしてるわ、やっぱ。もはや釣る作業すら必要ないっていう。あ、これがやっぱこのフィッシングシミュレーター。一応これね、タイトルが、ホラーフィッシングシミュレーターっていうゲームなんですが、もう醍醐味ですよね。もうシートの釣りは、釣り竿を投げる必要ないと。もう魚の方から寄ってくるって言わんばかりの。いや、さすがのゲームだな、これ。OK、釣れた。ゴールドフィッシュ。いいじゃん、ゴールドフィッシュ。すっげえ回転。いいね。ぐるんぐるんしてるね、ゴールドフィッシュ。どう？あ、もう元気ないんだ、やっぱ最終エリアだと。やっぱ魚自体がこうね、泳ぐのやめた。あ、ただ皆さんどうすか、これ。なんかどことなくやっぱ宇宙に似てません？
っぱ真の魚釣りはこう宇宙を釣るのかもしれないね。そういう案にやっぱ魚のメタファーというかギャラクシーとフィッシングをかけたようなね、そういうね非常に深いゲームでしたね。これはもう何をしてるんだろう俺は一体。気づかされた。これ何してるんだ俺、これ何のゲームだこれ。